ヨーゼフがボシックがプチークらが立てこもった聖地リル、メトデー聖教大聖堂地下室の窓。銃撃の跡が生々しく残っている。ヨーゼフがプチークは、チェコスロバキア亡命政府の軍人、エンスラポイド作戦において、ナチスドイツの米面命令保護領副総督、ラインハルトハイドリヒを暗殺した人物の一人として知られる。当時ハンガリー王国領だったパロスナヤの一部と、 なっているの出身。チェコスロバキアの軍人となり、在英チェコ亡命政府のあるイギリスに亡命した。落下三兵で独身の若者だったガプチークは、チェコ亡命政府より、米面命令保護領副総督として、チェコを統治していた、ナチスのラインハルト・ハイドリヒを暗殺する任務を与えられた。ガプチークと一切年下で、同じく独身のヤンク・ビッシュ軍曹が、 ハイドリヒ暗殺を実行することとなった。また、暗殺部隊は、この二人のほか支援部隊として、シルバー A とシルバー B という別部隊と合わせて、計10人で構成された。生還の見込みがほとんどない作戦であるため、要因はいずれも独身者から選ばれていた。ガップチークたちは、イギリスの特殊作戦執行部からパラシュート効果や、破壊活動、消火器の使用方法、 サバイバル訓練などの訓練を受け、1941年末、イギリス軍機からプラハ郊外に落下産降下した。ハイドリヒの習慣や行動を調査したところ、ハイドリヒは、執務を取るプラハ城とパネンスケーブジェジャニの自宅では、厳重な警護をしていたが、出勤の道中やそれ以外の場所ではほとんど警護をつけていないことが分かった。1942年5月27日、 ガプチークとクビッシュは、早朝からトロヤ橋手前のホレショビチェ通りにあるカーブで、プラハ城へ出勤するラインハルトの車を待ち伏せした。午前10時半ごろ、ラインハルトハイドリヒの SS-3 のナンバープレートの入ったメルセデスベンツのオープンカーが現れ、このカーブに差し掛かった。スピードを落としたところでガプチークが、車両の前に飛び出し、短期間銃を取り出して、 引き金を引いたが、銃はジャミングを起こして、弾が出なかった。ハイドリヒは運転手のヨハンネスクライン、新衛隊総長に、スピードを上げろ、と命令したが、驚いた総長はブレーキを踏んでしまった。ヤンクビシュが続いて対戦車用の手投げ爆弾を投げつけ、爆発で、車は破壊されてハイドリヒは負傷した。ハイドリヒは、負傷にもかかわらず、立ち上がって、ピストルを抜いて応戦したが、 ガプチークとクビシュは現場から逃走し、クライン総長が追いかけたが、太っていたため振り切られた。ハイドリヒは市内の病院に担ぎ込まれたが、傷は意外に重症であり、感染症を起こして6月4日に死亡した。その後、ガプチークはクビシュと共に、プラハにある、聖教会の聖堂、聖地チリルメトデー聖教大聖堂の地下室に身を隠した。しかし、 暗殺部隊員の一人、カレル・チュルダ総長が、ゲシュタポに自首した。ここから、ゲシュタポは、暗殺部隊を支援していた、モラベツ一家を突き止めた。あたモラベツを拷問にかけて、ガプチークたちの隠れているのが、聖地リルメトで、聖教大聖堂であることを突き止めた。百四十二年六月十八日朝、米面命令保護領親衛隊及び、警察高級指導者、 カール・ヘルマン・フランクの命令を受けて、ハインツ・パンビッツ率いる750人ほどの親衛隊部隊が大聖堂を包囲した。ガプチークラは親衛隊から投降を求められたが、拒否して親衛隊部隊と2時間にわたる銃撃戦を行った。親衛隊は消防車を使って地下室を水に沈めようとした。首書は戦闘で負傷して捕まり、病院へ送られたが、間もなく死亡した。 ガプチークは敵の手に落ちないよう薬を飲んで自決した。ガプチークたちの死体は自主したカレルチュルダによって確認された。戦後、ガプチークを検証して、南スロバキアにガプチーコボ棒の名前を冠した村が誕生した。この村は近年、ハンガリー共和国のナジュマロシュとの間にダムが建設されたことで有名となった。 また、スロバキア軍の第5特別軍連隊が、ヨゼフ・ガプチークの名前を冠している。スロバキア国立博物館は2007年5月に抵抗運動を行った、チェコスロバキア人に関する展示を行ったが、この際に最も大きな功績のある英雄の一人として、ガプチークたちのことを展示した。ありがとうございます。